大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さあ先生、前回は三河一向一揆のことについてちょっとお話しいただきまして、背景ですよね。背景ですね、うん、はい、信州の一番のトップになった人が現れました、うん、はい、世の中は戦国時代に入ってます、うん、ひどい時代になった、はい、その時に出てきた人、これが蓮如さんです。だから蓮如さんっていうのはいつ頃の人って言ったら、うん、応仁の乱の時の人です。その時に浄土真宗を引っ張ってた人です、うん、一番大変な時に。そうです。で、戦う浄土真宗と言われる、うん、その元を作ったんですけどね、あの比叡山からも他の南東仏教からもこう攻撃されて、お寺焼かれちゃったりするんですよ、はい、で脱出をしてあちこち動くんだけども、この方がね、親鸞の業績をたどるんです。私もその親鸞上人の後をこうたどりたいということで、一般門徒が彼の後にくっついてきて、お話を聞いてからどんどんとこの道場を開いて南無阿弥陀仏を勉強するんですよ。これがどこかというと、多かったのが越前、近江、はい、そして彼が入ったのが三河だったんです。ここが、はい、一個一個の地図を見ると後から示しますが、ものすごく多いところ。これがね、そのこれを見るとこの赤い点が何かというと門徒の密集地になっている。はい、多いですね、ここは。多いですね、三河あたりは。ちょっとこれ見るとね、ちょっと場所がちょっと違うかなと思うところもあるんですけども、ね、うん、安城はもうちょっとこっちですね。そうですね、南ですよね、うんうん、もう見るとこの三河、それから大海、やっぱり、うん、それからここの石山本願寺がある畿内、うんうん、それから何といっても赤く塗ってありますが、実際に一揆が起きてしまったのがこの北陸、うん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 、ということになりますよね。多いですよね。はい、多いですね。でこの辺にこう分散してるんですが、うんうん、この中でずっと一個来て、実はこんなに何回も起きてるんです。すごいですね、うんうん、で三河一個行きっていうのが一番こう最後に出てきますが、はい、本当はここの位置ではなくって、もうちょっと前なんですね。あ、そうですか。だってそうでしょ、1563年からだもん。1563、この石山先生の前、ね、ここの、うん、一番最後に出てますね、天文機内の、うん、ここの後ぐらい。なるほど、7と8の間ですね。早い時期に起きた、うん、で、後のこれ全部信長絡みなんです。これ信長がこれに対抗して、はい、ものすごいと戦いになってちゃうんですね、うん、この石山戦争あたりからですよね。これ全部1570年から始まってるでしょ、はい、で、この一揆の構造をちょっと見てみますとね、はい、色の種類がある、うん、一つは浄土真宗を守りましょうという、うん、信仰を擁護する、本当に純粋にこう浄土真宗の教えに従ってやろうとしたもの、この一揆もあります、たくさん。それから二つ目の種類としてはね、一揆、その自分たちが集まっているその信奉している人たちがね、はい、自分たちの暮らしをもう自分たちで作って守っていきましょうと、うんうん、これ領主権を、はい、領主様じゃなくて自分たちが持ちましょうと、うん、要するに独立戦争ですよ、うん、そういうことですね、うん、それをやろうとしたものと、うん、もう一つは最後言ったように石山本願寺という、はい、この大阪城のところにあったんです、この石山本願寺っていうのが、うん、これが強かったんですが、この石山本願寺が各地方の本願寺に、本願寺系の寺院に命令をして、うん、動員をして、何やったかといったら対信長、反信長と争わせた、はい、いうね、この種類があったんです、うん、この3つが、はい、三河一向一揆はどっちかというとこの中ではどれか、うん、これです。これですよね、うん、2番目です。そうですね、うん、なんか本当になんか これすごいイメージ強いです。やっぱり、うん、三河なんで三河一向一揆、分かります、ね、これ。だから同じ一向一揆でも種類があってね、うん、で全部一緒にして考えると三河一向一揆とじゃあどう違うんだとか、うんうんうん、とかどこが違うんだとか、同じじゃないんです、うん、そこはやっぱり理解していただきたいと。そうですね、うん、3種類あったってことですね、うんうん、でね、一番怖いのはね、はい、これ、あ、人の信仰心というのは、うん、
それを敵対する者に対しては、うん、猛烈に争いを吹っかけてきます。その、まあ、今でも世界の中でいろいろ不幸なね、うん、あの 宗教間での対立が元で、はい、凄惨な殺し合いをするという現場がありますよね。そうですね、うん、例えば同じムスリム、まあ、イスラム教徒でも宗派が違うだけで凄惨な殺し合いをしてしまう、うん、それはもうね、その信仰のためなら本当に命怖くない、捧げるというね。そうですね、そういう恐ろしさはあるけども、はい、まあ、幸い徳川家康の時にはこれじゃなかった、うん、まあ、これも多少入ってますけどね、うん、だからドラマがどうやって描かれるんでしょうかね、うん、この辺のところをあんまりこれに強く寄っていくと本質をちょっと外してしまうかもしれません。あ、うん、両親の格好ですね。で、はいはい、で蓮如さんですが、はい、応仁寺というお寺が碧南にあります、うん、愛知県の碧南市というのは岡崎よりも、西側にそうです、ね、うん、はい、ある町ですが、うん、そこに今現在応仁寺というお寺があります、うん、昔はこのお寺なかったんです。あ、そうなんですか。蓮如が来るまでは。あ、蓮如が来るまで、じゃあ蓮如さんが来てから、うん、来て、あ、来たのが応仁元年です。だから応仁の乱が起きた時に来てるんです。で、おう、なるほど、地元民による念仏道場ができたんです、うん、その時に蓮如さんがやってきたということで集まってきたんですね、はい、で、佐々木助光という人が蓮如を連れてきたんです、うん、で、ここで道場を開きます、はい、ぜひ念仏説法をということでやった。この名字を見れば分かりますよね、うん、佐々木助光、はい、佐々木助光、岡崎市佐々木町、上佐々木町にある上宮寺のお坊さんだった人です、はい、そうですか。だから上宮寺、岡崎の上宮寺ってことですね。岡崎の上宮寺です。なるほど。で、佐々木助光と言います。上宮寺があるのはね、はい、あの佐々木町ですよね。はい、佐々木町です、うん、そこのだからお坊さんですよ、蓮如への木で、蓮如が彼に連れられてやってきて、うんうん、でその応仁寺行きますとね、うん、立派な本堂ありますけど、その外を降りたところにこういう六角形の小さなお堂がある、うん、これがね、助光堂というところ。助光堂、助光さんの本来ミイラが履いていたと言われてるんですが、うん、今は違います。ちゃんと仏様が立っておられます、はいはいはい、なんて言ったか、うん、ほら、御仏が私たちの暮らしを守ってくださるんだ、みんなで南無阿弥陀仏を唱えなさいということで、うわーという声が上がったという、うんうん、夜の夜のものすごい念仏が聞こえてくるというね、うん、これで不安が解消されるというね、そう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 、すがる気持ちですよね。 ここが八花店になるんですよ。八花店で助光の支配下にあった100余りの、うん、ほら最初鎌倉時代に高田派が、はい、たくさんこう浄土真宗できてたでしょ、うん、はい、100余りの高田派の寺院が、うん、これによって全部まるでオセロっていうのかな、あの、うん、ひっくり返すように、はいはい、白黒を、はい、パタパタパタっと全部本願寺派の寺院になっちゃったんです。あらあら、だからもともと浄土真宗が伝わった理由がありましたね、うん、はい、矢作で説法しましたよ、うんうん、でそこで伝えたのは高田派のお坊さんたちだったよね、うんうん、だからたくさん道場や寺院ができましたけど、西三河は浄土真宗高田派が多かったんです、うん、この人ももともと高田派の人だったんです。あ、そうですか。だけど、うん、そんなこと、ね、関係ないもんだから、うん、まあ、蓮如さんを呼んで広めたところ、はい、みんな蓮如派になっていったという、うん、あ、そうなんですね、はい、これがね、はい、背景にあるんです。あ、そしてこれは私何回も出したと思いますが、うん、これはトロという岡崎の南、はい、うん、今の福岡町というところ、そうですね、今もトロありますもんね、うん、そこの新編福岡町市の扉絵に出てくる、はい、トロの町の様子なんですが、うん、立派ですよ。トロごぼうの絵図で描いてあるでしょ、うん、真ん中に道場があったんです。本当だ。これが本州寺、うん、ここで毎日念仏説法を唱えるんですが、さっき言ったように、うんうん、その周りにはいろんな人がいっぱい集まってきたわけです、うん、これで町ができちゃったんですか、ね、お家建てて、うん、みんなこっちに来たわけですね。これを寺の内側にあるっていうのか、寺が作った町ということで、うん、寺内町と呼んでいます。ああ、
寺のうちの町、うん、寺内町、はいはい、大河ドラマでは、うん、もう寺内町出てきますね、うん、出てくるんです。寺内町ということで出てきますが、うん、まあ、寺内町の意味はこういう意味です。でこれはもうデフォルメして書いてありますから、はい、これがなんと2000、3000の家が集まっていた、うん、わかりますか。すごいですね。うん、多分書ききれませんよ、はあはあ、ものすごい2000、3000で、ここは位置が立っています。これトロの位置、じゃあもうちょっとしたもうなんていうんですか、もう今で言う都会ぐらいの勢いですね。都会ですね、はい、まあ、まるでね、そうそう、自主国家ですよ。そういうことですよね、うんうんうん、すごい。で周りはね、うん、これ砂川って書いてありますね、うんうん、お堀も掘ってあるところもあったと思いますが、これずっとお堀だとか川で囲まれて、うん、これいい位置ですよ、うん、かなりこうやってまるで城のように守られてるんです。本当ですよ、こうね、山もあるし、うんうん、すごい。わざわざそうやって作るんです。はー。でこの中には、はい、いいですか、この中には、うんうん、お坊さんたちはもちろんいます、うん、ね。でこの八幡トロ八幡宮という神社もある、うん、全部ね神社もある。それから周りには商人や、うん、からほら農民たち、うんうんうん、それからこれは武士たちもここに住んで守るんです。あ、本当国家だ、本当だ、国家、はい、そういうのを宋と言います。そう、懐かしい、懐かしい、そう、はい、習った、うん、宋というのは物の心と書きますが、漢字の意味としてはあの糸編の総合の層と同じ。何かというとね、はい、全ての人、いろいろな階層の人たちが一緒に住んでいるから層と言うんです。そう、あ、すごい勉強になる、うん、そういう意味なんですよ。だからこれを層と言います。うん、でこの層に集まってきた彼らが完全に寺院を中心とした自治区を作って自分たちで暮らしを守っていったんです。うんうん、政府ができちゃった。これはあのここに住んでる人たち安心だ。安心です、確かに、うん、この大規模な層が岡崎市内に4箇所あった、はい、4箇所あった。まずここ1箇所ですよね。お坊主と言われる人たちがいたんですけどね、まあ、坊主という方が良くないというふうに言われるとかとあるんだけど、この時はもう坊主と、うん、そういう言葉ですから、うん、はい。で本州寺というお寺がここにあったんです、うん、ここのトロには。そうですね、これ隣上地八幡って書いてある。上地八幡宮ですよね、うん、あるよ、うん、上地八幡まで、トロ八幡まで、全部この層の中だったんです。で本州寺というお寺があった、うんうん、本州寺のお寺の住職は蓮如の孫だったんです、はい、分かる、はあはあはい、もう完全に一族一家こっちにやってきた。そういうことですね、はあ、だからものすごい力を持って、うんうん、みんなここに集まって暮らしてた、うんうんうん、ここにはさっき言った聖徳太子信仰で集まる太子堂もありますからね、これ、はい、お金も集まる、うん、だから農民たちはここに年貢を納める。そうですね、シェアリングするんですか、うんうんうん、もしもの時にうまく取れなかったところに分けてあげてください、うん、でもそれ理想ですよね、うん、だからみんなすごく豊かな暮らし、そういうことですよ。で位置があるでしょ、うんうん、いろんなもの売ってるんです、うんうん、どんどん商人が集まってくる、守ってもらえるでしょこれ、うん、上がったお金のどれだけかはこれ全部税金で上がるでしょ、うん、それはねものが豊かになるんですよ。そうですよね。でもこれを目の上の炭鉱部っていうふうに考える人たちももちろんいててっていう、そういうことなんですね。そういうことですよね。なんかその辺ちょっと見ていきますけどね、はい、ここにこの人が登場してきます、うん、この方、この方今度大河の、これがね、はい、渡辺守綱、はい、あ、渡辺守綱、はい、渡辺守綱がね、まあ、こういうある、うん、どこに出るかちょっとまだ言えませんけども、はい、うん、あるこの層の中の位置のところでナンパをしてるんです、うん、弁が立つんです。いい男でナンパをして、あ、そこのお姉さんとこやってるわけです、ね、昔から本当に男性は本当に、まあ、そこにどうも、はい、ドラマでは元康一行が現れるんじゃないかと思いますが、うん、いざこざを起こしてしまって、うんうんうん、それで、まあ、元康とは違う派に入っていってしまうという、まあ、非常にいいキャラで出てきます。ああ、そうですか、楽しみです、はいはい、楽しみ、うん、さて今言ったのはトロの本州寺、はい、
でさっき言った佐々木の上宮寺、うんうんね、佐々木助行のいた、はい、から野寺の本庄寺、これが安城なんです、うん、ここだけ安城寺、はい、から針先の正満寺ってあったでしょ、はい、赤渋って書いてあったよね、うん、まあ赤渋とはちょっと違って針先になって正満寺は少し移動するんですけどもね、うん、まあもともとあった信州のお寺、うん、古いですよ。この中でトロの本州寺だけは一家衆寺院って言われている蓮如さん、蓮如の親族が、うんはあ、やってる、うんうん、でこれらは、はい、大坊主といって本山の直参寺院って言われている、うん、まあこれはここのお寺のお坊さんたちが非常に権力が強かったということ、うん、でこれらが全部さっき言ったような自治区をみんな持ってたんです。あ、これはすごいこれはすごくてね、これはすごい圧力かけるんですよ。誰に年号取るじゃねえぞって言って、そういうことですよね。その時のご領主じゃん、うん、つまり家康のお父さんの時から広忠の時から。あ、広忠の時から。でその広忠は、うん、駿河の今川義元に庇護されていました、はいはい、まあ半分ね武将だったんですけどね、うんうん、その義元も広忠も、うん、まあ彼らとは共存して長くやっていくようにということで、うん、ある特権を認めてあるんですよ、うん、ある特権、うん、税金取らないという、お無税特権、うん、不入権、中に勝手に入ってはいけませんという特権を認めたんです、うん、余計それだからもうがっちりした層ができていった。わかります。だからここに住んでる彼らにとっての一番のトップは誰かというと、うん、お坊さんなんです。そうですよね。これみんなここに入りたいですよね、あの農民の方も。あなたはそう思うでしょう、はい、おそらくドラマもそういうふうに制作されてる。そうですよね、うん、みんな入りたい、うん、あ、いやそうですよ、うん、それ入りたいですよ、賑やかでね、うん、でも困っちゃった人が出て、これ三河三火事ちょっと紹介しておきましょう、うん、はい、これね実は火事で焼けちゃったんですよ、うんうん、昭和60年だったから、はい、これが上宮寺です。これ今のですね、うん、現代建築でできています、はい、立派です、うん、立派です、ここには一個一個の資料が結構展示してありますから、うん、ぜひ皆さんこっちにお越しになったら訪れてみてください、うん、はい、それから今でもその跡が残って紐立っているのが正満寺、うん、これは三河一個一個の場所ですよってここに書いてある、うん、まあこれはまあ立て直しをしてますけどね、本堂があって本当にこういう風ではないんですけど、うん、だけどあのドラマでこの2つはほとんど出てこないと思います。あ、そうですか、うん、なぜかというとね、はい、それ以上の遺構が残ってないからです。ここでロケをしたわけではないと思いますが、うん、どこが使われたかというとここが使われた。あ、え、これこれお寺だよ、はい、これ野寺の本庄寺、安城市なんです。そうですよね、安城市の皆さんここでもここでロケやったわけじゃないんですけどね。あ、でもここは出てくるて、ここが舞台になります。あ、舞台なんだ。なぜかというと資料が残ってるのたくさ ん, うん、でこれ見たらね、東国碧海郡野寺村の本庄寺と申すは、うんうん、はい、一向宗の小本寺にて、うん、守護不入の道場って書いてあるでしょ。あ、本当だ。東国三家寺のその一家寺なりと、うん、これは三州一向宗覧記、はい、これは一向宗覧記で書いてある本で、うん、あの資料であって新州の中で作られたものではないですから、うん、外から見たものですから、うん、一向宗って書いてある。そういうことですね、うん、一向宗、なるほど。でこれ見ると分かりますが、はい、気がつきます、普通のお寺と比べて、うん、これがもうこの矢倉みたいですよね。あ、そういうことですか。矢倉、うん、こ お堀っぽいのもありますよね。そうそうそう、はい、これ城郭造りというんです。あ、城郭造りのお寺で、いや本当そうですね、お城みたいな、はい、ね、で実はね、うん、ドラマでは野寺本庄寺が描かれる。そのわけ、わけ言ったように、うん、発掘調査が盛んに行われてね、うん、城郭造りの寺の形だとか、うん、びっくりしますよ。そう、寺内町の全容が分かってきたんです。これ、あ、そうなんだ、貴重ですね、うん、
寺に資料が多く残されていて、はい、武士たちの連番場だとか、そう、ここを守っていた大坊主空誓の活躍っていうのが描かれているんですね、うん、だから多分これをこの資料をもとにこのシーンを描いてくると思います。予想ですが、でもこのお寺今行けばこれ見られるんですか、うん、こういうのは見たい見たい、これは次回、あ、次回はこの実態を見てね、はい、なんでここが一揆の場所として描かれたのかっていうのをはっきりしたらこのシリーズ終わりましょう。せっかくですからね、うん、詳しくやりますけど、嬉しい、勉強してください。はい、はい、いや、これこのチャンネルじゃないと知ることができないですね、うん、多分ここまでのことは多分地元ですんで僕は他の地元のことは疎いですから勘弁してもらって、いやいや、もう詳しいですよ本当に、地元のことですから、これ絶対見逃す、そう思って聞いてお聞きいただければありがたいです。いやいや、もう本当に楽しみにしていってください、はい、皆さん本当に詳しく解説してくださいます。じゃあ今回はこれでとりあえず締めですね、はい、一気に進んできましたからね、はい、そうですね、ありがとうございました、はい。